い試合に関わってくれる全ての人へチャビット君は大切な人ということでメッセージを書いてくれました。どうしてシスターたちと笑ってくれますか。メッセージ、いつも応援してくれるファンの1回ありがとうということで、掲げてメッセージを届けたいと思います。大切な人を本当に気持ちにジャイアンツファン、ドラゴンズファン、関係ありません。ぜひこれは東京ドーム全体でメッセージを発信していければと思いますので、ぜひ皆さんピンポードにメッセージを書いて公開から終了時ご参加いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。それではジャイアンツの皆さん5連勝を受けるよう